前線の2トップ今日はネルミン・ハスキッチと菊池の2人になりました。菊池は今シーズン初先発です。帰ってきた中で、整理ができるようになって多少、ね、こう押し込まれた時間帯もありましたけどしっかり、ね、勝ち切りましたしね、最後は、ね、1人こう少なくなった中で、本間選手が、スーパーなシュートを決めましたからね、このシュートを狙ってきました。てこいそんなジェスチャーをしてました。渡り届いた中を使う黒川、おお、これできた、ネルビン・ハスケッチ、もう一回高木抜けた、取りながら、お、奪って三角、中野を見た、いいボールじゃないですか、中野届いた、中野が浮かせた、どうだ、追いつきました大宮アルディージャ、中野です。出して受け手がぴったりでしたしね、中野選手やっぱ背後へのこうランニングですよね、ちょっとキーパー近すぎたか、島田ファウルはなし、黒川引きつけといて小島へパスキッチ、もう一つ黒川、黒川クロス逆サイド渡辺のシュート、縦に読んだ中野、そこは使わないでもう一つ戻す小野、真ん中で小野が受けた、左足に持ち替えたパス、中野引き取った、小野が抜けてきた、小野のシュートだ、はい、高高弘前を見て中に入れようとしましたが小島が奪う、ハスキッチを狙う、抜けてきた、ハスキッチ、大宮アルディージャ逆転、絶妙でしたね、ここですけどね、ここから小島選手が奪った後、裏空いてましたしね、少し流れたかなと思いましたけどね、ハスキッチ選手がそこを反応してね、三角前向きましたよ、黒川裏を見た、中野飛ばして逆サイド、小野、ハスキッチが呼んだ、小野が狙ってきた、広げた高木、ワンタッチ、本間、前でありますね、本間カットイン、本間シュート、本間間で星がもらいたがってますが、水戸抜けてきてこぼれている、空振り、さらにいく、運んでシュートだ、本当に少しの差だと思いますし、